今回は月広エキサイトマッチの街でプログラムとのコラボ企画ということで、フロンターレ加入10年目の大島亮太選手と月々フロンターレ MC10 年目のアイリサ私の同期対談ということでお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします、はい。まずは大島選手、フロンターレ今年でですね加入10年目ということなんですが、改めて10年という時間振り返ってみていかがですか？1年目はなんか右も左も分からず入った中でリーグ戦8連敗とか、ありましたね、年だったと思うんで、こんなに勝てなかったことが人生でもなかったんで、なんか泣いてた記憶はあります。この泣いてたのは、はい、お家で密かに泣いてたんですか？なんか試合終わった後に勝手に涙が出てきて、ホームだったと思うんですけど、別に僕出てなかったんですけど、なんか泣いてたなって振り返ると思い出しましたね、2年目3年目とかは、よりサッカーに集中できるような感じになってきたというか、チームの雰囲気とかそういったものには慣れてきたかなと思うんで、プロとしてどうやってやっていくかっていうのをだんだん身につけてきてたかなと思いますね。なので、1年目が一番衝撃的だったかなと確かにそうですよね。2011年に加入ということで東日本大震災があったりとか、環境が目まぐるしくこう変わるというか、いろんなことが起きてた年だったと思うんですが、その1年目同期は大島選手、何か印象的な選手とかいらっしゃいますか？高卒で一緒に入った福森と丸、谷尾小屋とかは、一緒にいる時間とっていうよりは同じ同期だったので、そういう意味では印象には残ってるというか、高校サッカーでもお互い顔を知っていたので、そういう人たちとサッカーができる喜びはありましたね。ただその年自体新加入の選手が多かったので、そうですね、9名でしたね。山瀬浩二さんとかも多分同期だったね、同じタイミングだったと思うんで、有名な選手と一緒のタイミングで入って、プレーを見れて幸せだったなっていうのは覚えてますね。悔しい思いを何回もしてシルバーコレクターと言われてた、フロンターレが優勝連覇をするのが当たり前なこう時代というか、そういう変化を今ねなってますけど、そのあたりチームとしてのこう変化は大島選手中にいてどのように感じられてますか？勝ち切ることができる年だったり勝ち切れない年だったりっていうのが本当に、その年々で違ったなっていう印象は、あるなと思いますけど、そんな中でもやっぱり一番はチーム内での競争が一番激しい年が、タイトルを取れてたかなという印象はあります。やっぱり初優勝できた2017年がやっぱりチーム内の意識というか競争心が一番高かった時期なんですかね。全員が練習で、アピールをすることだったりとか、チーム内での紅白戦でのレベルとか、負けたくないっていう気持ちを前面に出すことが、タイトルにつながったと思いますし、やっぱり、他のチームですけど鹿島アントラーズの小笠原さんなんかの記事なんかでもやっぱり練習が全てだっていうことを目にしたこともあったので、2017年なんかの年はそういう印象がありますね。ここ最近のフロンターレを見てて大島選手が感じることってどんなことですか？今まではある程度自分たちの、形っていうものが、あって、それに新しく入ってきた選手も馴染みながら、っていうのが あったかなと思いますけど、今年に関してはチームとしてもやりたいことが変わったりしつつ、基盤は変わらないですけど新しく、取り組むことが増えたりもしたので、そこで新しい選手の良さをより生かされるなっていうふうに思いますし、たくさんの選手が、力を持った選手が入ってきてくれているので、そういった意味で、またチーム内の競争が
多くなってるかなと思います、うん、そんな中で大島選手として入団当時からこの10年間で一番自分自身の中で感じる変化とかっていうのはどのあたりですか？まあ、僕自身今年にまではボランチでプレーすることで、攻撃的なポジションとかでプレーするっていうことを、まあ、身体能力的なこととかで、うん、避けてたと言ったらあれですけど、うん、なるべくボールを前の選手に供給するプレーを武器にしていこうと考えて、やってましたけど、今年チームとしてのそういった、システムだとかスタイルが多少変わる中で、うん、そこから逃げずに、自分の、まあ、苦手な部分だったりすることに、しっかり取り組んでいこうっていうところで、うん、まあ、前目のポジションでゴールに関わる回数だったり増やそうっていうところは、今までに比べて、変化かなと思います。加入当時に10年間実際こうフロンターレでプレーをするっていう何かこう予感というかそういうものもあったりしたんですか？いや、してないっていうよりは、うん、なんかプロサッカー選手って10年も続けられるものだとは思ってなかったなっていうのが一つありますね。ただ自分の中であんまり移籍っていう選択肢を自分が取るっていう感じではなかったかなと思います。それは嬉しいことでもあるんですけど、本当にあの代表、A 代表にも選出されてっていう、すごく大島選手に、ね、魅力を感じてるチーム、注目は高い選手だと思うんですけど、フロンターレを選び続けた理由というか、ここでプレーをしてくれる理由っていうのはどんなところなんですか？僕自身はやっぱり高校卒業する時点ではするときに進路としてプロっていう選択肢がなかったので、そういう意味ではやっぱり、サッカーを続けることを、うん、残してくれたフロンターレに対しての感謝っていうのは、たくさん、はい、ありますし、自分の意思でチームを離れてフロンターレと対戦するっていうのはちょっと考えられないなっていうところは一つ、あるかなと思いますね。大島選手にとってフロンターレっていうのはどんな存在でしょうか？まあ、高校卒業してからはもう、まあ、そのものといえばそのものだなとは思います。やっぱりサッカー続けられる環境を与えてもらえたことで感謝してますし、うん、今後も続けてこのクラブでサッカーを続けていきたいっていう思いになっているので、まあ、サッカー人生においては、その僕自身なのかなと思いますね、うん、最後に10年目迎えた大島選手からサポーターの皆さんに向けてメッセージをお願いします。まあ、10年っていう、まあ、節目になるんですかね、まあ、節目で、ここまで、最初はタイトル取れなかったですけど、まあ、タイトルを取ることができるチームになったと思いますけど、今後も取り続けられるようにチームみんなで、頑張って、競争しながら、勝ち続けられるチームにしていきたいなと思うので、一緒に、勝ちを共有できるようにしていきましょう。今後もよろしくお願いします。